マリオ・メンドーサ・アイスプルは、メキシコ・チワワ州・チワワ出身の元プロ野球選手。ウトをミギウチ。MLB とメキシカンリーグでプレーした。MLB では、典型的な守備型の有撃手で、打率は2割に満たないことも多かった。これにちなんで、打率2割のラインが、メンドーサ・ラインと呼ばれるようになった。トベべ前は、メキシカンリーグのディアブロス・ロホス・デルメヒコでプレーしていた。 1970年にピッツバーグパイレーツと契約。1974年4月26日のアストロズ戦でダイソーとして出場し、メジャーデビューを果たした。パイレーツには5シーズン在籍したが、守備固めとしての出場が大半だった。1978年の12月に自らトレードを志願し、シアトルマリナーズへ移籍した。1979年には、 自己最多の148試合に出場したが、401打席で打率は198だった。面倒さラインという言葉が生まれたのはこの年のことであった。1980年には自己最高の打率245を記録した。この年の12月12日に、ウィリー・ホートンら合計11選手が動く大型トレードでテキサス・レンジャーズに移籍した。 1982年のシーズン途中にレンジャーズを解雇される。1983年は 3A のハワイアイランダーズでコーチ兼任選手としてプレー。1984年からメキシカンリーグへ戻った。1990年に現役を引退した。この7年間の通算打率は291だった。引退後は1994年にビル・バベシの招きで、 アナハイムエンゼルスの 1A 監督に就任し、2000年まで、勤めた。同年には、メキシコの野球殿堂入りを果たした。2002年には、サンフランシスコジャイアンツの 2A、2003年から2008年、2010年は、メキシカンリーグで監督を務めた。ブランデッド・フォー・ライフ・ウィズ・ザ・メンドーサ・ライン・ウェビー・ウェア・アレ・ゼ・ナウ・マリオ・メンドーサ・ハット・マリオ・メンドーサ・マイナーリーグ。 Statistics and History ありがとうございます。